地球博大府市の日で披露された大府を代表する歌大府囃子。歌詞には桃山の桜や長草のどぶろくなど大府ゆかりの親しみのある内容が盛り込まれています。今回の大府マイタウン情報は大府市で受け継がれている大府囃子を紹介します。大府囃子を受け継いでいるのは大府囃子小唄保存会です。保存会は昭和52年4月に設立され、大府囃子のほか大府小唄や大府音頭を継承・普及させる活動をしています。大府囃子は夏祭りやその他のイベントでよく披露されていますので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。大府を思う心を踊りで表現する大府囃子、これからも大切に受け継いでいきたいものです。大府囃子は昭和51年に市民のつながりを強め郷土愛を育てる目的で、新しい大府市の歌として作られました。そうですね、大府囃子は大府の町全体のことが歌われておりまして、歴史に残っているようなことが全部入っております。だから忘れないように皆さんに全面的に広めていただきたいと思いまして、作られた歌だと思いますので、皆さん頑張って踊っていただきたいと思います。それでは保存会の方に踊っていただきましょう。
続いては踊り方の説明をします。4個間聞いてからちょちょんがちょんと手拍子をします。両手を右に出し手招きを2回します。これを左右行います。この時右手に合わせて右足、左手に合わせて左足をそれぞれ2回軽く踏みます。頭上で円を描くように両手を上げながら、右足から3歩前進します。この時手のひらは上向きです。下がりながら両手を斜め下に伏せ流す動作を左右行います。この時の足は右足から下がります。体の左前で合わせた手を上下斜めに開きながら右足から3歩前進し左右行います。両手でキラキラを表現しながら右足から6歩その場で右回りし、両手を胸の前で左右に開き、ちょちょんがちょんと手拍子をします。両手を胸の前で左右に開くときは、右足を前に出し、左足は浮かせます。大舞囃の歌詞は5番までありますが、踊りはこれらの動作の繰り返しになります。夏祭りなどでぜひ踊ってみてください。一度癒やせ終わりの部、春の桃山あの子も紅の頬、お芋は柿も、お芋は柿も手に手を取って踊りゃこの世も、オーブを思う心を踊りで表現するオーブ囃子。これからも多くの人に踊っていただき、大切に受け継いでいきたいものです。